今までの充電池よりハイパワー、 USB で充電できるリチウムイオン充電池。従来のニッケル充電池は電圧が 1.2V でしたが、リチウムイオン充電池は 1.5V なのでアルカリ電池と同等のパワーを発揮します。側面に充電用の USB Type-C コネクターが付いています。市販の Type-C ケーブルでも充電を行えますが、付属の充電ケーブルを使用すると2本同時に充電が行えます。また約1200回繰り返して充電が行えます。充電中は赤いランプが点滅します。従来のニッケル充電池と性能を比較してみました。電池で動く電車のおもちゃで速さを比べてみると、リチウムイオン充電池の方がスピードも速く、ニッケル充電池に比べて一定のスピードで走行していました。リチウムイオン充電池はニッケル充電池に比べて電池残量が減ってもパワーが落ちない特徴があります。電池で動く角質リムーバーでパワーを比べてみると、ニッケル充電池は回転が遅く指で押すと止まってしまいましたが、リチウムイオン充電池は回転も速く指で押しても止まりませんでした。